こんにちは、佐野幸穂です。今日はですね、私最近カラコンを結構コロコロ変えて、まあ服の系統が変わったっていうのはあるんですけど、あのカラコンを結構コロコロ変えてて、前までは多分グレーのハーフ系が好きだったんだけど、今は結構ね、こうなんていうの、縁あってちょっとね、目がねクリって見えるカラコンがとっても好きなんですよ。ハマってるんですよね。小動物になりたくて、ちょっと小動物っぽい女の子になりたくって、今ちょっと見た目研究中なんですけど、今日はですね、最近お気に入りのこう黒目が普通に自然にというか大きくなる、結構目がチュルンってして見えるカラコンを4個紹介するので、よかったら見てみてください。ということでスタート。はい、まず最初が今つけているのがレビアのワンデイプラリネブラウンです。レビア結構いろんな色を動画でも紹介してると思うんですけど、これはダイヤが 14.1?なんですけど、着色直径が大きいのかな、だから 14.1 の割には結構ね大きめに見えると思うんですよ。このカラコン多分見方とかによっては普通に 14.2 とか 14.5 のちょっとちっちゃく見えるやつとかに見えると思うんですけど、本当にねそれぐらいちゃんと縁が入ってて、で中がめっちゃ茶色って感じですね。なんでなんかこうベタ塗りの目っていう感じにはならなくて、中が明るい縁がある目みたいな感じに見えます。で自然な感じっていうよりはちょっと盛る感じのカラコンかなっていうイメージですね、がこのプラリネブラウンです。近くで見るとこんな感じですね。ずれるとかはないです。本当にずれないし、目が綺麗に見えて、こうやって遠目から見た時も結構黒目大きめの、こう、つるんって、なんかもう、なんていうの、こう、小動物みたいな。もうこれしか言ってないな。でも小動物みたいな女の子に慣れてる気がする、目だけ。っていう感じで、これも最近ちょっと気に入ってつけてます。で、写真はここに載せておきますね。こんな感じで写真で見たら。なんか分かりやすくちゃんとこう縁もついてて、でもそんなにめちゃこうなんかこれ見たらすごい主張してるみたいな感じに見えるかもだけど、こっちで見たら全然ね、そんな引きで見たら主張も別にそこまでしないし、使いやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次のカラコンに行きます。付け替えました。だいぶねこうちっちゃくなったというか、さっきよりも多分かなりねちっちゃく見えると思うんですけど、これはさっきよりも、あの、ダイヤ大きくって。これが、メイメ。こちらのメイメのカラコンの新しい色、モンブラウンっていう色ですね。全部ワンデイなんですけど、これが今つけてるカラコンになります。これはね、自然な感じで、こう、裸眼がちょっと綺麗な人って感じに見えます。多分私結構大きいのをつけてた時とかも多かったから、これ結構、なんだろう、めちゃくちゃ自然だなって感じるんですけど、本当に裸眼がめちゃくちゃ綺麗で、まあ縁もあるし、まあ盛れるし、もう本当に引きで見たらね、多分裸眼ぐらいに見えるんじゃないかなと。バレない人にはバレないんじゃないかなっていうカラコンです。で色もめちゃくちゃ綺麗で、で、まあ、写真先にこちらに出しておきます。写真はこんな感じになります。結構ね、本当に綺麗な感じで、こう、透き通ってる目に見えるので、結構、メイクナチュラルな人とか、カラコンつけてもバレたくない人とか、あと、なんだろうね、自然、本当にさっきぐらい大きくなくていいけど、自然に目を大きく見せたい人とかにはこっちがおすすめかもしれないです。はい、近くで見るとこんな感じになります。さっきと全然違うんですけど、そんながっつり縁って感じではないですね。でずれたりとかすることもなく
って、まあ私結構黒目ちっちゃいんですけど、まあそういう人でもつけやすいカラコンじゃないかなと思います。はい。じゃあ次のカラコンに行きます。はい、付け替えました。これが、三つ目のカラコンなんですけど、ワンデイのチェリッタっていうカラコンになります。これが、ダイヤが 14.1 です。なんで、さっきのこの、レビアと一緒なんですけど、多分、一緒なんですけど、多分、こう、見た感じの印象だと、さっきのプラリネブラン、こっちの方がだいぶ大きめのカラコンに見えるかなと思います。で、チェリッタは、ぼんやりちょっと縁がある感じ。で、もう本当になんか、なんて言うんだろう。私のなりたい、その、裸眼で生きていける小動物系のめちゃめちゃ可愛い女の子みたいな目なんですよ。これめっちゃ可愛くって。結構ね、本当に自分の目みたいな色してます。本当に自然で裸眼ですみたいな雰囲気出してる時。だからデートとか、と誰か初めましての時とか、まあ印象、好印象な感じにしたい時とか、まあそれこそメイクさっきも言ったんですけど、ナチュラルな子とか、におすすめなんじゃないかなと思います。で、写真だとこんな感じになります。可愛いですよね。裸眼の可愛い小動物系女子っていう感じに本当になりたくて、これからも買って使っていこうかなと思ってるカラコンの一つになります。可愛いのでね、これもね、多分バレにくいかな。自然なのでっていう感じです。なんで、カラコン感をあんまり出したくない人とかはおすすめですね。近くで見ると、こんな感じです。あんまカラコン感ないよね。本当に綺麗な目って感じです。はい。じゃあ、四つ目、最後ですね。最後のカラコンに行きたいと思います。これが最後のカラコンになります。前も紹介したんですけど、じゃん。クリオネシリーズのワンデイのクリオネタルトです。これは 14.5 なんですよね、ダイヤが。そう、だから一番レンズ的には大きいんですけど、多分感覚的にはさっきのチェリッタとかよりちょっと大きくなったかなぐらいの印象だと思います。14.5 の割にはそんなになんか不自然な感じもなくて、これとってもお気に入りなんですよね。なんか縁あって、中のブラウンもちょっと濃いめのブラウンって感じで、そんな不自然じゃないし、めっちゃ、まあカラコンつけてるから若干出るけど、でもすごいね、こう遠くから見た時もそんなにめっちゃカラコンします感はないし、これめちゃくちゃおすすめなんですよ、本当に。で、なんて言うんだろうな。本当、なんか透明感も欲しい、その小動物みたいな、短足女子のイメージね、イメージ。なんか身長結構低めとかで、なんかこう目がキュルキュルしてて可愛い感じの上目遣いしたら最強みたいな女の子わかるかなみたいな、なんかそういう、なんて言うんだろう、黒目が大きめのチルチルした目を持ってるその女の子みたいな感じも欲しいみたいな、まあ透明感とそういう感じが欲しい子とかは私これ絶対好きだと思うんですよね。これめっちゃお気に入りで、まあ、そんなに目の色がトーンアップするわけではないんですけど、自然に、こう、ちょっと大きく見えて、私目つきもともとそんな良くないんですけど、まあ、目つきもね、ちょっと優しめに、な印象になるっていうところがめっちゃおすすめなところです。不自然すぎないっていうところもいいですね。はい。で、写真見たらこんな感じになります。前もね、多分こうやって写真載せてあるから、まあ、ちょっと見たことあるな、みたいな感じにはなっちゃうかもしれないんですけど、本当におすすめで、まあ縁もそんなに太すぎないっていうところと、あと本当にこう多分この映像とかで見てもらったらわかるんですけど、チルンってした感じの目になるので、これめっちゃ好きなんですよ。私この4つ全部おすすめだけど、まあ結構森に行きたい人はプラリネブラウンかなって感じだけど、まあこれ自然かつちょっと漏れるみたいな感じだと私はこれが一番おすすめです。クリオネシリーズのこのクリオネタルトっていう色が一番おすすめです。で、裸眼がどう、まあ裸眼
がずっと大きくなったとか裸眼に寄せたいっていう人は、まあ、さっきメイメとかチェリータとかがおすすめかなと思います。じゃあ近くで見るとこんな感じですね。多分私の目の大きさに合ってるのかなっていう感じではあるんですけど、割と自然に見えて好きです。はいはい、では今回はカラコンを4つ紹介しました。最近ね、本当にその単色女子みたいな、本当に白とか茶色とか、まあ茶色言い方悪いな、白とかなんかブラウン、ベージュとかなんかそういうのを着てる女の子、まあ薄めの色を着てる女の子の人が憧れてて、めちゃめちゃ可愛いね、そのインスタの子見つけちゃって、でその子みたいになりたくて、まあカラコンもその前までは結構グレーのハーフ系みたいな感じをつけてたんだけど、まあそういうのじゃなくて、結構なんていうの、こう単色系のやつを着てて、こう黒目もつるんつるんな女の子に今ね、私の中でブームが来ております。ハマってるんですなのでそういう女の子になりたくて今ちょっと試行錯誤中なんですけど、こういうね可愛いカラコンがたくさん今日紹介したやつは、私がそういうお洋服を着てる時によくつけてるやつなので、よかったら、まあ、単色好きで、まあカラコンつけたいけどどういうカラコンがいいのかちょっとわかんないよとかいう人におすすめです。はい、カラコン初めてだよっていう人とかは、まあ最初メイネとかチェリッタみたいな感じから始めてみて、でもうちょっと大きくてもいいかなと思ったら、多分サイズの体感的な問題なんですけど、まあこっちの先にクリオネの方をつけてみて、もうちょっと漏れた方がいい、もうちょっと大きい方がいいなとか、まあ、好みがねやっぱつけてきたら出てくると思うので、そういう時にはちょっと大きめに見えるこういうプラリネブラウン、レビアのやつつけてみたりとかして、こう自分に合うね、やっぱ私に合うカラコンというか、私の好きなカラコンは今この4つだけど、まあ参考程度にしてもらって、こういう感じの色だとこういう風に見えるよみたいな、グレー系とか、あと 13. 何ミリ以上みたいな、ちょっと大きめカラコンみたいなやつも載せているので、よかったら動画見てみてください。まあ、少しでも参考になればいいなと思います。今回も動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、あとコメントもお待ちしております。インスタグラムは下の概要欄の方にあるので、よかったら飛んでみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、おしまい。バイバーイ。またね。